岡山県立岡山大安寺中等教育学校は岡山県岡山市北区北長瀬本町にある県立中等教育学校。岡山県立岡山大安寺中等教育学校は2010年4月に開校した岡山県下発の中等教育学校である。中学校に該当する前期3年、高等学校に該当する後期3年について一貫教育を行っており、 高期課庭への外部からの入学はない。校名は、同校所在地が、大和大安寺の省の事業だったことにちなんで、名付けられた。当初、全新校である、岡山大安寺高校内に併設する形で、設置され、一期生が入学する2010年4月から、大安寺高校在学生の卒業する2015年3月まで、大安寺高校と敷地を共用していた。 5時下校により、特に用事のない生徒に対しては午後5時までの下校を原則としている。また、部活動入部生徒の最終下校時刻は、夏季は午後6時、冬季は午後5時30分としている。交渉は、桜をモチーフとしていた岡山大安寺、高等学校の交渉を引き継ぎ、その中に大安寺のアルファベットの頭文字、D をデザイン化して取り込んでいる。 王家の五弁は、公明当時の、代を表し、上下左右に広がる花弁は、自主独立の気概、積極新種の抱負、旧高大の面目を象徴させている。岡山県立岡山大安寺中等、教育学校校科作詞は、岡山大安寺高等学校の初代校長の川端、清作曲は寺岡光二による。3番まであり、各番に、白詐や、笹が瀬の水、 古きお寺の田所、子孔など、学校を象徴する内容の歌詞が含まれている。現在の一番の歌詞のうち、命の春の六年北園の部分は、岡山大安寺高等学校時代は、命の春の三年北園であった。冬服男子、爪襟、女子、セーラー服、夏服男子、ワイシャツ、女子、セーラー服男子のワイシャツや、女子のセーラー服は、学校独自のものである。 学校設定教科目の学習や3つの体験領域の活動など身につけた知識を活かし進化させる場面を設定し行動力、実践力、課題解決能力を備えたたくましい人間力の育成を目標としている。ディベートやテーマ学習を通して知識を一層深め知識を活かした思考力の育成を目指す。ジョブシャドーイング、大学研究、 プロフェッショナル講義等と関連づけたキャリア教育により、自らの将来について深く研究する。地域奉仕活動や医学年交流。2009年、それまでの岡山大安寺高等学校の後継となる形で、岡山大安寺中等教育学校が設立され、2010年4月より生徒を受け入れている。第1棟と生徒が使用する第2棟、第3棟からなる。 ありがとうございます。